日本本伊賀線に来ました。本本伊賀線です。熊本地裁で今日開かれた5回目の和解協議で、原告被告双方が今月15日に裁判所が示した和解案を受け入れました。救済内容は窒素が一時金として被害者1人当たり210万円を支給することや、原告団に訴訟費用などを賄う団体加算金を29億5000万円支払うことなどが柱です。原告側はこの賠償額が2004年の最高裁判決とほぼ同じ水準であることなどを評価しています。